マジで本気で今回のラインナップやばすぎる。まあ、ゼロ祭りっつう時点でやばいんだけどさ、パーカーリス集合と、まずはラインナップの紙をね、ペラリス取りまして、うわ、この表紙見て。ザン、ここに注目。ドラゴンボールスーパー、スーパードラゴンボールヒーローズ、ここに注目。UDM バースト28。なんとね、いやもうこの3連チャン本当やばいんだけど、特に俺はここがね、いや震えるぜ。ザン、ハート。スーパーサイヤ人、孫悟空ゼノ。そしてね、スーパーサイヤ人3のベジットゼノ。ザン。おっ、めっちゃかっけ。なんじゃこれ、スーパーサイヤ人のなんと、大好きなゴジータのゼノ。もうこれゲットするしかねえだろ。なんだよ、この格好さ。紙の時点でこのイケメンレベル、やっべえ。このワン、ツー、スリーでね、半端ないんだけど、さらにね、ブーのゼロ、これすげえ楽しみなんだよね、見るの実物。で、ザン、サイヤ人のアバターの女の子。ついに揃いました、サイヤ人アバター、男と女。女の子すげえ可愛いな、やっぱ。髪の時点でさ、すげえ可愛かったんだけど、実物もっと可愛い、やっぱり。出してみるとね、髪の毛の色がすげえ綺麗。サイヤ人アバターの女の子。サイヤ人アバターの女の子はね、全部で5体来たんだよね。今開けたのも含めて、全部で5体。ゲット降臨伝と。で、次がね、めっちゃ楽しみだ。これ造形見たかったんだよね。魔人ブー。おー、ゼノ。すげーな。めちゃめちゃかっけーわ、やっぱ想像通り。絶対ね、かっこいいと思ったんだよね、この魔人ブー。うわー、すげーな、この迫力。剣。持っている剣。かっちょいい。ペイントも綺麗だしな。よかった。でね、この魔人ブーは全部で3体ゲットして、今ね、見てみる限りはペイント全部綺麗なんだよね。よかった。保存用も綺麗で、開けたやつも綺麗だった。ありがとうございます。いや、マジかっこいいな、これ。魔人ブー。これのでかいフィギュア欲しいね。あんくらいでかいの出ないかな。魔人ブーゼノ。めちゃめちゃ活血が怖いな。すげえ恐ろしいご尊顔フェイスですな、この魔人ブー。マジででかいの欲しいわ。でかいフィギュアマジ出てほしい。そしてね、次。孫悟空のゼノ。スーパーサイヤ人。これ一体しか来なかったんだよね。いや、かっこいい。この服装本当にいいよね。ゼノのね、悟空の服装。素晴らしいわ。なんだこのクオリティ筋肉。わかる、この筋肉の盛り上がり具合。デルトイド三角筋。こっちも。うわ、二度腕。このマッスル感、めちゃめちゃ出てんのいいね。うわ、かっけえ、悟空のゼノ。やべえな。後ろも、ま、後ろはね、ちょっと帯の部分とかペイントされてないんだけど、表はね、バッチリペイントされておりまするので。やばい、めっちゃかっけえ、一体しか来なかったし。大事にしよう。ブロリーの隣にセッティングして、おー、かっこいいな、ブロリーとの並び。たまらんね。そしてね、これは青いカプセル。青いカプセルだからさ、うわ、女の子来たかと、女の子来たかと思いきやね、見てみたらさ、まあこれが一番最後に来たんだけどね、これが一番最後にゲットした、スーパーサイジン3のベジットゼノ、めっちゃかっけえ、この重さ重量感、ありがとうございます。まあラスボスにふさわしかったよね、一番最後に。あの、一番の狙いのね、ゴジータ、ほんと、マジで。すげえ早い段階で来て、なんと2回目で来たんだよね。ゴジータ。うわー、ベジットかっけー。これが最後に来た。ベジットのゼノスーパーサイジン3。めっちゃくちゃかっけー。うわー、やっぱいいなー。このちっちゃいね、フィギュアなのに筋肉の盛り、いやー、ごめん、こっちの、やっぱ筋肉好きだからさ、筋肉見ちゃうんだよね。大胸筋、腹筋。あ、素晴らしいわ。うわー、かっこいいなー。ちょっと、ブロリーと並べていい？ブロリーと。まあ、やはりね、しょうがない。そこはね、仕方がないんだよな。ブロリーと比べちゃうとちっちゃく見、すげえな、ブロリー。このガタイマッスル、ゴリマッスル。さすがブロリーだわ。やっぱ筋肉、この広背筋な、筋肉に関してはブロリーがナンバーワンスは、めちゃめちゃかっこいい。比べなきゃよかったな、ちょっとな。すば、ベジットの筋肉がちょっと薄れてしまって、やっぱブロリーはね、あれ、もうダメだわ。もうブロリーナンバーワン、永遠のナンバーワン筋肉。やっぱブロリーの筋肉憧れるわ。でもね、こういうイケメンのさ、締まったマッスルもかっこいいよね。まあ、ひょろがりなんだけど、こっち、あの、ブロリーと比べるとね、ブロリーと比べるとひょろがりなんだけど、このベジット3もめちゃめちゃかっけ。あと、服装もね、ゼロの服装で最高だし、ありがとうございます。家宝になりました。そしてね、ラスボス、あそこにいる赤いカプセルが、今回のメインディッシュ、ゴジータのゼロ、スーパーサイヤ人パカリス集合。気を感じ、うわぁ、もう、もちまじか。今の時点でもうめちゃめちゃかっこいいんですけど、うわぁ、嬉しい。しかもめっちゃ早い段階で来たのがね、本当に嬉しかったんだよね。で、これ余裕であの全種コンプ今回すんなり行くんじゃねえかと思いきや、女の子が荒ぶるっていうね、女の子めっちゃ被ったんで、いやー嬉しい。このね、上の3体一種ずつしか来なかったからさ、この、うわ、待って待って、すげえかっけ。この上の1、2、3。一つずつしか、一体ずつしか出なかったからさ、はぁ、こ
これは大事にしなきゃな。かぶり倉庫の中にね、前回のゴジータのね、やっぱね、ゴジータスは、なんだこのイケメンレベル、これとね、並べたかったんだよね。最高。もうね、最高の一言、めちゃめちゃかっけー。ゴジータダブル。ゼロのゴジータかっこいいね。服装ほんとかっけー、ゼノ。いいな、ゼノの服装。これもさ、やっぱでかいの欲しいね。でかいフィギュア出てほしいな、ゴジータゼノの。でかいフィギュアあんぐらいの、うわー、絶対もう即買いでしょう。ということで今回は UDM バースト28の開封レビュー動画でした。みんなもぜひね、ぜひ全種類コンプリートしてみてください。特に今回のおすすめ、個人的なおすすめはゴジータのゼノ。これめちゃくそガチクソ鬼クソかっこいいので、これはぜひねゲットしてほしいと思う。本当にかっこいい。いやまあね、上の3つはマジ全部かっこいい。あとねこれ、いや、魔人ブーのこの行っちゃってる感じ。ほんとでかいの欲しいね、これね。あと、サイヤ人の男の子ゲットしてる人は女の子もぜひね、やはり揃えておきたいよね。アバター、ザン、男の子と女の子。次回は別のアバター、人造人間がね、来てほしいなと。うん、っていうか全部出てほしいよね、順番にね。サイヤ人来たからさ、順番に全部男女出てほしいなと思っておりますると。じゃあ、また次回、次の UDM バーストの開封動画でお会いしましょう。最後はね、もちろんね、ブロリーバイバイでしょ。このブロリーの筋肉を見て、ね。いや、やべえな。もう筋トレ終わっちゃったけど、もう次の筋トレに備えてね、このブロリーの筋肉を見て精神を統一するというね。瞑想ですよ。筋肉瞑想。いや、素晴らしいな。やっぱブロリーがナンバーワンだな。ブロリーは毎回来てほしいね。本当ブロリー王が絶対に作って、ブロリー毎回来てほしいなと。